どうも、ワドツです。2018年4月の8日、2時17分です。今、名古屋駅前です。よろしくお願いします。ねえ、さよなら名古屋だね。カニチャーハンさんいらっしゃい。カイホこんばんは。お疲れ様でーす。お疲れ、みんな。旅はどうだったかね。ワタムさんこんばんは。どうも。帰ろう、新宿に。なんか勉強になったわ、いろいろ。日本全国まだまだ行ってないところ回ろうね。そうだね、楽しかったね。でも人だよね、やっぱ場所じゃなくて会ったことない人に会えたから、リスナーさんに、あ、こういう人なんだとか、なんかいろんなそういう出会いが嬉しかったね、俺は。やっぱね、場所じゃなくて人なんだよね。人、卵味噌がワドを待ってる。卵味噌、卵味噌って誰だっけ。出会いが大事っつうか、出会いが全てだよね。出会いが全て。卵味噌が東京で待ってんの。じゃあ会うか。卵味噌今どこいんの。あ、唐揚げおじさんね。卵味噌どこ、あれた前にいんの。俺が新宿に、品川に着くのが11時だから、新宿、卵味噌に伝言をお願いしてもいい。キャスバーで待ち合わせにしないって。それどう。アルタ前だと3時間、今から2時間半、今からちょうど3時間はかかるの。だからキャスバーとかどっかでなんか時間潰しててって言って、今からアルタ巻いてもきついよ。3時間待つのはきついでしょ。どうしたいのかな。卵味噌はコラボしたい、会いたいっつってるけど、何がしたいのか分かんないから。不在着信、あ、電話かかってるな。電話すっか。卵味噌から電話来てるわ。電話します。はい、何、電話で、電話どうしたの。電話どうしたのじゃないよ。え、何、家にいるんじゃないの。聞こえない。家にいるんじゃないの。家、リスナーさんの家にいるよ。はぁ、じゃあね。はい。なんかよく分かんなかったな。なんか電話の内容よく分かんなかったの。会う気ないんじゃないの。今日会う約束してないよ。卵味噌が家に行ってもいいって言うから、いいよって言ったの。卵味噌が家に行ってもいいって言ったから、今の卵味噌だよ、いいよって、別に行けばって。約束なんかしてないよ。で、放送して向かうけどいい？って言ったから、あ、全然いいよって。
あ、ワドが来るってなってたんだ今からそういうことね。なるほど、そういうことか。じゃあ僕はこの後の予定フリーですね。卵味噌合う気ないみたいなんで。なんかプラプラすっか、せっかくだから。まだ1時間ぐらいあるからな。こっちの方は何もないのかな。こっちの方は何もないのかな。結構なんかあるな。店回ってみようか。駅前プラプラすっか。名古屋楽しかったね。すげえよくしてもらった。いろんなところ連れてってもらって、ちょっと配信外で申し訳なかったんだけど、楽しかったよ。岡山も名古屋も最高だったよ。また来ようね。このさ、新幹線降り場の方は何だろう、何もないのかな。こっち側は名古屋駅すごい綺麗だよ。名古屋の駅前すごい綺麗よ。ほらギラ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 ですね名古屋。のんちゃんが待ってるでしょ。のんちゃん捨ててノーノーと名古屋で何してんの。のんちゃん捨ててないわのんちゃん捨ててないわ孫悟空いらっしゃい。めんどくせえな、なんか孫悟空絡みが。オブジェすごいね。人が多いね。人が。ウォーキング3キロやったらよかったじゃん。続けなよ。1日30分だけでいいからウォーキング続けな。健康が一番だからね、解放。お疲れ、ねぼすけさん、バーガーありがとう。アイテムありがとう。こっち側の方はなんかあれかな、ホテル街なのかな。なんか静かな感じだね、街が。向こうのね、折り口の方が多分ね、あの繁華街の方なんだと思う。こっちが大人な感じがする。結局小倉トースト食ってないけど、もうお腹いっぱいだな。小倉トースト食いたかったんだよな。もうはね、小倉トースト持ち帰りとかできないのかな。小倉トーストどうすっかな。なんか面白そうなもんないもんな。はいはい、いらっしゃい。ドラゴンアッシュみたいドラゴンアッシュってバンド名なんだけどな。KJ ってこと、古谷健二ってこと。野生の狐さんいらっしゃい、うん、ごめんね、狐枠じゃないのに来てくれて
こっちがホテル界だね。ドラゴンアッシュはメンバーの誰なのかがすごい重要でしょ。ボーカルなのかギターなのかベースなのかでだいぶ変わってくるけどね。古谷健二だったらかっこいいよね。寒いなぁ。誰かではなくて、いそう？メンバーにいそうなんだ。わかった。ドラゴンアッシュはどうです。こっちが栄えてないね、全然ね。全然栄えてない。向こうの方、栄えの方が面白いんだ。漫画喫茶とかばっかりだから、何もないわ。人通りもないし、全然。こんな感じか。飲み屋街じゃないね。でもまあ名古屋は大都会だね。大都会。都市開発が進んでんのかな。こっち側何もないわ、駅は。若干うんこしてえな。俺多分ね、岡山に来てから一回もうんこしてないんだよね。すごくない？俺この5日間うんこしてないんだよ。何日間うんこしてないかな。4日ぐらいかな。そりゃ鼻からもやし出るわな。便秘じゃなくてね、旅の最中うんこ禁止ルールだから。おしっこはしてるけどうんこ一回もしてない。便秘かな。でも結構リア凸いっぱい。いや、お腹パンパンっすね、ほんとに。のぐそしようぜ。伝説の名古屋駅のぐそ配信。ダメだ、何にもねえや。何にもねえ。もうリア凸もなさそうだな、正直な。もう誰も来ないでしょ。パンパンだよ、腹。腹パンパン。で、結局卵味噌は俺と合わない感じなの。卵味噌俺に合う気ないんだったらもう寝るけど帰って。どうすればいいんだろう。予定外しちゃっていいのかな。どういう気なんだろう。卵味噌。卵味噌やってねえじゃん、配信。配信やってねえじゃん。やってる？卵味噌やってなくねえか。
拗ねてるとか子供かよあいつ。いたいた、いたわ、やってるわ。ゆうさんこんばんは。今ね、名古屋っすね。名古屋から新幹線乗って帰ります。新幹線が11時に品川に着きますね。11時に品川、早いよな。名古屋からだと1時間半で着いちゃうね。ゆうさんいらっしゃい。グリーン車じゃない、帰りは普通の、新幹線でした。グリーン車7000円とかさプラスしても意味ないよ。着くの一緒だもん。ただ芸能人が乗ってるとか席がゆったりしてるっていうのはあるけど、別に1時間半の旅でさそこまで贅沢求めない。タバコ吸うか。今北口の方にいるのかな。お疲れ、ヒトラーさん。今から帰るよ。スガキは食べてないね。おい、亀仙人いらっしゃい。食べたのはね、リスナーさんが経営してるラーメン屋さん行った。名古屋は リスナーさんっていうか配信者の方なんだけど、名古屋でラーメン屋経営してる人がいて、うまかったよ。今から東京新幹線乗って帰るよ。お土産何がいいかな。大阪やらなかったね。うなぎパイまずそう。うなぎ味のパイとか食べたくないわ。うなぎパイいいや。わあ、バッテリーの充電ないって。これであと10分で終わりにしようか。うまいの？で、うなぎでしょ？うなぎのパイとか全然想像つかないんだけど。うなぎのパイうまいの？あ、うなぎの形をしてるだけなんだ。甘いの？
え、俺うなぎパイってうなぎが中に具で入ってるのかと思ってた。へえ。甘いんだ。あ、スイーツなんだ。な、うなぎパイ買おうかな。そういうことか。焼き菓子なんだ、知らなかった。なるほどね。次はあれだな、北海道か九州行こうね。次は九州行こう。昨日がね、もっと寒かったっすね。